南国仮面です。私が新型コロナウイルス陽性だと今日報告がありましたことをこの場で伝えたいと思います。私はおととい意識を失い緊急搬送されました。職場でクラスターが発生していたこともあり陽性かなと心配になりましたが、なんとやはり陽性でした。これからホテル療養か自宅療養か決まるそうなので1日目2日目と取っていきたいと思います。生死をさまよったので若い人でも重症化するんだなぁと思ったんですが、これでも軽症みたいです。コロナを甘く見ないようにしてたらこんな目には合わなかったかもしれません。ちゃんと対策をしてほしいです。皆さんには対策をしてほしいです。以上、南国仮面からでした。